いやーなんかこう迫力がすごかったですね皆さん。特にお目当てはどなたでした？バレーボールの竹下選手でした。はい、入れましたか？はい、ちょうどこっち側にいらしたんで。沢選手を目的に見に、メダルがすごい重そうに、なんかこっちに手振ってくれて嬉しかったです。今日は何時頃から並んでますか？今日は朝6時から来ました。ずっと暑い中大変お疲れ様でした。また4年後、金メダル取れるように、なでしこジャパン、その他みんな頑張ってもらえればと思います。おめでとうございました。